マナセダムカナソガバレは、ソロモン諸島の政治家。2000年から2001年、2006年から2007年、2014年から2017年に、同国首相を務め、2019年から4度目の首相職にある。1997年以来、東チョイスル選挙区選出の国会議員を務める。 1997年8月6日の総選挙で東チョイスル選挙区から国会議員に当選した。それ以前には財務事務次官や内国債入庁長官、ソロモン諸島中央銀行総裁、ソロモン諸島国営積立基金理事長などを務めていた。バーソロミューウルファール首相のもと、1997年に財務省に就任したが、1998年7月、 半ばに解任された。蘇我にはその理由が思い当たらず、また何の理由も示されなかったので、解任に衝撃を受けていると述べ、説明を要求した。8月初めには、ウルファールと同政権に対する支持を撤回した上で、ウルファールを独裁的かつ偽善的な指導者であり、もっぱら保身のために安定を強調しているとして、非難した。同年9月の終わりに、 ソガバレは野党の副院内総務に選任された。2000年1月にママロニが亡くなると同月に野党院内総務に昇格した。この選挙では参加した10名の野党国会議員全員がソガバレに投票した。2000年6月30日、ソガバレは国会で賛成23票、反対21票で首相に選出された。これに先立つ時期。 ウルファールは反乱軍に拘束され、辞任を余儀なくされていた。ソガバレは2001年12月17日まで首相を務めた。2001年の総選挙で、ソガバレの所属政党は参議席しか得られなかったものの、ソガバレは再選を果たした。国会では2002年と2005年から2006年に法案、法律委員を務めた。2006年の総選挙後は、 アラン・ケマケザ首相の公認のスナイダー・リニを引きずり、おろすべく政党連合を模索したが、首相候補をめぐって争いが生じた。2006年4月18日の首相選出投票では、ソガバレは50票のうち11票を得るにとどまり、3位に終わった。その後はリニ支持に切り替え、リニの首相就任に貢献した。ソガバレも連立与党に入り、商工雇用省に指名された。 2006年4月26日にリニが辞任すると、ソガバレは再び首相職を狙うことに決めた。5月4日の国会における投票で、ソガバレは28票を得て、政権与党のフレッドフォの候補に勝利した。宣誓はその後直ちに行われた。首相としての主な課題には、リニの首相在任中に発生した反乱からの正常化などがあった。 同年10月11日には炎が提出した不信任決議案が国会で採決されたが賛成17票、反対28票で否決された。オーストラリアとの関係悪化が不信任決議案の提出を早めた。ソガバレは9月にオーストラリアのパトリック・コール高等弁務官を国外退去処分にし未成年者と身柄な行為をした疑いで、 オーストラリアが引き渡しを求めていたジュリアン・モティを弁護した。10月13日にはソロモン諸島で活動する支援部隊からオーストラリア人を追放すると述べて脅迫した。その1週間後にはソロモン諸島地域支援部隊のオーストラリア人平和維持要員らがモティの事件に関する証拠を求めてソガバレの執務室を襲撃した。2007年12月13日には再び国会で 不信任決議案の採決が行われ、賛成25票、反対22票で可決された。新首相が選出されるまで、ソガバレは首相職に止まったが、12月20日に野党のデリック・シクア候補が、ソガバレの下で外相を務めていた、パッテソン・オチを破って当選した。同日、ソガバレは野党院内総務となった。2010年、 ソガバレは8名の国会議員と共に所有統一責任党を結成した。同党は同年の総選挙で3議席を獲得した。2014年の総選挙後、ソガバレは3度首相に就任した。2017年10月末に連立政権の一部が離脱し、同年11月6日に内閣不信任案が議会で賛成27、反対23で可決された。 2019年4月3日、同選挙が行われて50人の国会議員が当選。同月24日、議員の投票により、ソガバレが再び首相に就任した。ソガバレは就任直後より対外関係の見直しを表明。アメリカのマイク・ペンス副大統領と電話会談を行うとともに所管を送り、国内の重要課題であるインフラ開発に向け、 アメリカやオーストラリア、ニュージーランド、日本、台湾の支援が必要だと訴えた。同年9月上旬には外相を台湾に派遣したが、外相が帰国する以前の段階から、台湾は役に立たないとの見方を示したいを硬直化させた。同年9月16日、今まで中国として承認していた台湾と断交し、中華人民共和国との国交を回復することを発表した。 断行発表後、ペンス副大統領側は、蘇我バレとの会談予定をキャンセルしている。ありがとうございます。